はい、えー、おはようございます。今日は6月11日、朝9時の放送になります。総価学会の会員さんから私のところにね、あの、YouTube の概要欄からのメールアドレスでメッセージをいただきまして、えー、こんな稼ぎ方があるんですよっていうふうにね、お知らせいただきました。まあもちろんね、 いきなりこんな稼ぎ方がっていうふうにお知らせいただいたわけではなくて、まあ、いろんなやりとりがあった中で、実はねって感じでね、結構ね、えー、こんな話しちゃっていいのみたいなことを教えてくれる中で、総価学会員さんのこの稼ぎ方っていうのがあるので、これ、久保さんの放送でぜひ使ってくださいということで、総価学会の会員さんから、まあ、垂れ込みといいますかね、まあ、これは周知の事実なのかもしれませんけども、お小遣い稼ぎの方法があるということでお知らせいただきました。 えそれはですね、総価学会の皆さんっていうのは、この政教新聞っていうのを読まれてる方が多いと思います。えそして実際に何らかのノルマがあるのかどうかわかりませんけども、政教新聞はね、一人で一部取ってるわけではなくて、なんか自爆営業って言い方してましたけども、一人で三部とか五部とか多い時には十部の契約を自分でして周りの人に配ってる。もしくは配りきれずに そのまんまゴミに出しているっていうね、方がいらっしゃるみたいなんですよ。まあ、そうやって、政教新聞の、いわゆる新聞業界でいう押し紙みたいなやつをね、やってるのかなと思うと、うん、なんだろうかなと思うわけですよ。特に今、インターネットの時代なんで、新聞で配る必要がないのかなと思いますし、実は私もね、選挙の近くになると、政教新聞入れさせてくださいって言って、サービスでね、1か月間とかもらうことがあるんですよ。 で、政教新聞私もね興味持って読むじゃないですかで政教新聞をくれるっていう方とその新聞の記事の内容によってねお話しすることがあるんですけども実はね創価学会の方で政教新聞をきっちり読んでる人ってなんか少ないみたいでああ新聞にそんなことが書いてあったんですかって結構言われるんですよねまあそれは個人差があるから仕方がないのかなと思いますけども私の場合は政教新聞ポストに入れていただいたらきっちり読むんですよね で、興味を持ったり、そんなわけいろいろとこう考えをまとめるんですけどもでも創価学会の皆さんは基本的にこの「政教新聞」をよく読まれてるのかなと思ってましたけどもそうじゃないみたいですね。でそんな中でお小遣い稼ぎもうね勘のいい方はピンときたと思いますけどもまさにねこの新聞なんですよ。この「政教新聞」自爆して読まない部分を集めてこれを 販売するまあこれ創価学会の内部の規約としてどうなのかなってところはあるかもしれませんけども実際やってらっしゃる方からメッセージ頂い,いて結構やってる方いますよってことだったんであそんなものなのかなと思ってねここで紹介させていただきましたまあ西京新聞に限らずなんですけども新聞っていうのは実はね廃品回収に出して終わりっていうものではなくて実はこの新聞読み終わったら 捨てるだけじゃなくって、実は欲しがってる方もいるそうなんですよね。で、新聞をどのように活用してるのかってことは、まあそうですね、何点か思いつくところがあるんで、お話しすると、まあ割れ物を包んだりすることがありますよね。うん。それからゴキブリを叩く、<laughs> そういったところでも使えると思いますけども、まあその辺は冗談としてね、新聞紙で窓とか鏡を拭くと、新聞のインクがものすごくいい洗剤になってね、 ピカピカになるんですよ。これ私、小学生の時に体験して学校でやってたんですけどもね。大掃除の日に新聞持ってきてって言われてね、新聞持っていくと、雑巾かけるよりも綺麗になるんですよね。それからこの新聞紙、野菜とか果物を保存するのにもものすごくいいんですよ。新聞紙にはエチレンガスというね、熟成促進物質を吸収する能力があるかららしいんですよ。それから新聞紙を丸めて靴の中に入れておくと、匂いとか湿気を取る作用があるんで、 新聞紙ってね結構ね使えるんですよでもっとマニアックなこと言うと新聞紙でドライフラワーを作るみたいな活用方法もあるみたいですねまあそんなこんなで新聞紙ってアマゾンで検索しても一束1 5キロ2 5 0 0円前後で売られているんですよでメルカリではねちょっと割高で1 0キロ単位で1900円とか2000円ぐらいで流通してるみたいですね だから、政教新聞などを、普通の古新聞、こういったものをまとめて販売するってことがあり得るんですよ。特に、総価学会の方は、聞いたところによると、正教新聞ね、取らなくちゃいけないから取ってるけど読んでないみたいな感じで、新品状態でそのまま廃棄回収出される例があるんで、それを集めてメルカリで販売して <laughs>、ちょっとしたお小遣いにしてるみたいですね。まあでも、 政教新聞の費用を莫大払ってるんでお小遣い稼ぎって言ってもトータルでマイナスになっちゃうような気もするんですけどもまあでも新聞を取ると大体月に5000円ぐらいするんでそのうちの少しでも新聞そのもので回収できたら負担軽減になるかなっていうところじゃないですかねえもちろんねこういう新聞をゴミ捨て場から持ってきてそれを販売するっていうのは絶対にダメなんでやってほしくないなと思うんですけどもなんかねご家庭に 自然に集まった新聞をこういったところで販売して利益を出すっていうのはない話じゃないのかなと思います。はい。またですね、フル新聞の入手方法については、まあネットの方でもいろいろと書き方があるんで、まあ転売される方がね、新聞で儲けましょうみたいな、まあそんな新聞企業法みたいなのがブログに紹介されたりとかしてるわけなんですよ。じゃあね、 新聞をどのように手に入れればいいかってことなんですけども、新聞紙を無料でもらう方法ってのがあるみたいなんですよね。購入するとやっぱりお金がかかっちゃいます。安くても3000とか高くて5000なんで、なんとかもらえる状態、特に綺麗なやつでもらえる状態はないのかなと思いますと、あの、マンションの管理人さんとか、大家さんっていうのが結構くれるみたいなんですよね。うん。だから、そういったところに集まるみたいなんですよ。それから、近くの、 お住ままいいの方近所の方方方近所に譲ってもももらうという方法もあるかもしれません例えばね週に1回取りに行きますので読まなくなった新聞私にくれませんかっていう風なねそういう関係を作っておけばくれないことはないと思いますねまたですね近くの喫茶店店とかお店でももらうというい方法もあります、ね、そういったところも新聞っていうのは多分取ってる例が多いと思いますんで同じように週に1回もらいに行きますんで新聞くださいよっていう風に言うと結構くれるんじゃないかなと思います で今回ね教えてくださった送学会の方っていうのはまさにこの方法を使っていて、えー、スカイラーク系のお店で新聞が持ち帰りできるっていうんで新聞をどんどん持ち帰ってるみたいなんですよ、ね、しかも1日分だと少ないんで量を確保するために継続的に通ってるみたいなんですよねまあそこでコーヒー1杯とかランチとか取りながら新聞もらうって形なんですかねそれからお勤めになってる会社に新聞を なんか5紙6紙取ってるところがあるまあそういったところにねお願いして勤めてる会社の新聞をもらうっていう方法もあるかもしれませんでもこれあんまり繰り返すと副業疑われちゃうんですよねそんな新聞持って帰ってどうすんのって言ったらね実はこれ売ってるんですよって言ったらあじゃあ会社で売りますよって話になっちゃうかもしれないですねまあ他にもまだまだあるんですけども今日はこの辺にしときましょうかまあ創価学会の皆さんもねまあいろいろと資金の作り方とかね 知恵を巡らしているところがあるのかなと思って今回紹介させていただきました、えー、それでは以上ですかねお疲れ様でございます